F 難度のパシャパシャと甘かったです。はい、ジャンプは綺麗に決まりました。キックの足も綺麗です。では D 難度のリープ、そして F 難度ですね。着地がいい、綺麗にたっと決まってます。一つ一つの手の動きがとてもシャープです。そしてフロアをよく動きますね。そうですね、運動の量、強度もとても大切なポイントです。動きがユニークなだけでなくて、体幹がしっかりとしたプッシュアップですね。喋るものではないようなのですし、形を見ていればよいのです。コサックジャンプです。出口選手、体の軸がキンと伸びて、とても見ていてこう爽やかな、すがすがしい感じの動きをしますよね。最後ジャンプ、ちょっと足の開脚が甘くなりました。